警察官として採用された人たちが必ず最初に通る道、警察学校。ここで警察官としての良識や決して悪には屈しない精神力などを培っていきます。警察学校って本当にハードでした。でもくじけそうになった時に励ましてもらったり、一緒に考えてくれたり、警察学校の同期のおかげで今の自分があると思っています。本当に感謝しています。実習で教わった刑事課の指導主任の先輩には今でも付き合いがあって、仕事やプライベートで困った時などはいつも相談させてもらっています。同じ志を持ったかけがえのない仲間、教官や先輩警察官との一生もののつながり。厳しい訓練に耐え、厳しい規律を守りきった先にこそ、初めて守られる側から守る側への変化があることを実感しました。行ってきます。いかがでしたか？一日の流れについてですが、私は警察官になったんだ。警察官ならではの訓練です。一度の人生、皆さんも私たちと共に県民の皆さんを守る側として、充実したやりがいのある人生を送ってみませんか？警察官募集。香川県警察。